皆様、こんにちは。古穂の角岳書道番外編、筆の持ち方です。フレミング、右手の法則の形にしてください。筆をこの位置に置きます。そして、中指を軸に添いていきます。親指も同じく筆の軸に添えていきます。この状態から人差し指を曲げていきまして、筆の軸に添えてください。この状態で筆の軸を垂直にしてください。これでよろしいと思います。で、このような形である程度筆は動きますので、各線もそれなりに柔らかみが出てくるのかもしれません。以上です。ありがとうございました。失礼します。